はい、ロテ重の豚骨ラーメン来ました。もうなんかここら辺の泡からね、ちょっと謎な感じがします。待って、カスタマルポー、悲しいよね。今日はですね、ボテジュのラーメン行ってみましょう。お好み焼きとかね、たこ焼きまであんだぜ。唐揚げは食べたけどあんまりうまくなかった。で、ボテジュは全然はっきり言って聞いたことないんだけど、あ、やっぱり大阪だ。1946円からあんだ。天ぷらとラーメンとマカロニ&チーズだって。フレンチフライもある。ステーキもあるよ、こう。寿司まであるよ。うどんもあんの？あとなんかお弁当系？カレーもあんの？なんでも屋さんじゃないか。なんでも屋さんすぎてちょっと引きます。こんなの存在しねえだろうと思ったら、フィリピンエクスクルーシブだって。ボテジュはね、実はね、友達とかとね、結構来てました。でもね、ラーメン初めてなので、ちょっとチャレンジしてみようと思います。はい、ボテジュの豚骨ラーメン来ました。もうなんかここら辺の泡からね、ちょっと謎な感じがします。レンゲがかわいい。ちょっとスープから飲んでみましょう。美味しいけど出た謎のシチューっぽい味。やっぱシチューなんだよな、フィリピンで豚骨ラーメン食べると。いただきます。でももうそれはね、結構慣れたというか、もうしょうがないと思って、何かがおかしいんだと思う。レンゲがさ、鉄だとさ、一回入れたらさ、熱いじゃん。だから、プラスチックで欲しいんだけど、ちょっと焼き豚からいきましょう。焼いた後に煮るよね。炭で焼きすぎってことかな。硬い。焼き豚っていうかね、焼肉食ってる感じ。煮卵です。あ、ここの煮卵うまいわ。ここの煮卵うまい。ちょっと甘いけど、ちゃんとした味付けしてる。待って、カスタマルポープラスチックじゃないからさ、熱いんだよ、このスプーンが。麺がちょっと黄色い。なんかスーパーで売ってる生麺みたいな麺。なんか時々さ、友達がお土産とかでさ、信州なんとか生麺ラーメンみたいなのあるじゃん。そういう感じの麺。日本のクリームシチュー作って、その中にスーパーで買ってきた生麺入れてる感じかな。豚骨のね、豚骨してる味でもないんだけど、フィリピン特有の豚骨ラーメンを作る時のクリームさ、日本のボテジュ絶対こんな味しないと思う。ラーメンっていうよりシチューかな。でもシチューっぽいから、麺食べ終わった後、シチューとして楽しめる。レンゲ確かに可愛いんだけど、プラスチックでいいかな。熱い。なんだろう、サラッとしてるからかな。なんか日本で言ったら女性が好む味かな。だからね、多分女性とのデートとか結構いいと思う。サラッとしてるから、うわ、ラーメンずしんじゃなくて、サラッラーメンみたいな、デートにいいと思います。キッチンもね、綺麗にされてるし、食器とかもね、綺麗だよ。まあレンゲ熱かったけど、でもおしゃれだしね、コップもいいと思います。お疲れ様でした。というか350ペソでこれが出てきてほしい。このクオリティだったらそれでも高いぐらいなんだけど、これは425。日本の味をそっくり作ってないのにもかかわらず、日本のラーメンより全然高い。
ラーメンっていう名前使ってるだけじゃん。悲しいよね。なんだろう、ちょっと失礼かもしれないけど、例えるなら手に入らないさ、ルイ・ヴィトンのバッグとかあるじゃん。それを偽物を作って店舗で売ってる本物より高い値段で売る、そんな感じなんだよね。美味しいよ。だからルイ・ヴィトンの偽物だってさ、バッグとして普通に使えるじゃん。まあなんか極端すぎる、ちょっと強すぎる言い方だけど、まあそんな感じなんだよね、ショックの受け方的には。でもね、飽きるって全部食い終わったし、うまかったから OK。 ごちそうさまでした。